ようお前ら、俺様だ。今日も太陽がぼうぼう燃えてますね。はい、今日はね、ちょっとね、残念なお知らせがあるんですけどね、先日ね、函館で撮った何本かのね、食べるだけの動画がね、ちょっとね、パソコンの操作ミスで、間違えてね、編集前に消してしまいました。ぼうぼうしちゃいました。函館のね、朝市で海鮮丼を食べるだけの動画とね、ラッキーピエロでカレーとハンバーガーを食べるだけの動画で計5本分ぐらいなんですけどね、ちょっとね、こうパソコンの容量がちょっといっぱいで整理したらね、まだ編集前だったんですけどね、ちょっと間違えても気づいた時にはね、ゴミ箱に入れてゴミ箱からもうボーボーしちゃっててね、残念ながらボーボーしてしまいました。はい。まあね、そのラッキーピエロとね、函館朝市のね、食べるだけの動画、じゃないんですけど、まあ、食べるところのワンカットはね、この前アップした函館観光っていう動画に、まあ、一部は入れられたんでね、まあ、完全に残ってないわけじゃないんですけどね。まあ、ただ、それとは別にね、食べるだけの動画で、ね、5本分ぐらいアップしたかったんですけど、残念ながらね、それができなくなっちゃって、残念無念です。まあね、その動画が消えたおかげでね、今ね、このスマート雑談の動画撮れてるわけだからね、まあそれは良かったってね、ポジティブに考えた方がいいのかもしれないですけどね、まあ、ただね、こんなね、ペン回ししながら、こちゃこちゃ喋ってる動画よりもね、観光地でなんか物を食べるだけの方が、まだね、価値のある動画ですよね。しかもこれ1本しかならないけど、その消しちゃったやつは5本分ぐらいだったからね、まあだからまあもったいなかったんですけどね。はい。まあ、前にね、名古屋に行った時もね、ちょっと手違いで何本か、編集前の動画消えちゃったっていうか間違えて消しちゃったんですけどね。もう今後はね、そういうことがないように気をつけていきたいと思います。お前らもね、動画出してる人はそういうのを気をつけましょう。はい、ということです。はい、まあ今日はちょっと残念なお知らせでしたね。それではさようなら、ボーボー。